アクアポニックスとは、陸上養殖のアクアリウムと水耕栽培のハイドロポニックスを掛け合わせた造語です。お魚に餌をあげて大きくしていきながら、そのお魚の排泄物を栄養に変えて作物を水耕で育てていきます。この日迎え入れた鯉の子供たちは、餌をもらい大きくなっていきながら、その間作物が育つ栄養のもとを提供してくれます。みんなで仲良く元気に大きくなっていってくれるように願いながら、大切に大切に育てていきます。